Gaming. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Pensez à mettre un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous avez aimé, laissez vos commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. ゆっくり選んでくださいまし。これにいたしましょう。忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。歴史に最悪あり、それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかしそれは天災ではなく邪悪な破壊の意志によるものだ。この大いなる災厄に全てをかけて抗うこと、それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。この任務に挑む忍びのほとんどが命を落とす。だがそこに悲しみの涙が入る余地はない。そもそも忍びにとって無事に帰れる任務の方が稀なのである。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき穴。現世に漂う忍びの魂は何を思う？志半ばの無念か、残した者への未練か、それとも「これより始まる物語は忍びの魂を鎮める祭り」「鎮魂の宴」の記録である。聖火の宴の果てに裏若き忍び学生たちは何を見るのか、何を感じ取り何に涙するのか。それはまだ誰にもわからない。夏来たりて宴咲き染める。その宴楽しからずや。Thank you.
何よこの声。みょうびちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない、あんたなんて格好してんのよ。ったく、で何が見えるのよ。おひりょうれんかか、やむよしみのほう、おひりょうれんかか、たいれんみはみのみりょう。忍び結界を張って何をやってるのかしら。あの日の中に飛び込んだら絶対熱いよね。レオナちゃん絶対気持ちいいよね。だからバカ。願わくば別の場所、別の時代、別の時間において幸せな人生を。みょうびちゃん、あれ、お、お姉ちゃん。病気よ。お姉ちゃんに触らないで。おお、お前たち。ヨーナ。お姉ちゃん。
何でもないわ。何か来たわよ。構えなさい、魔界犬。誇りを前掲げるわ。どこかしら。せよ。どう。
考えるだけで果てちゃうよ。ない忍びたちだったけど、どうして襲いかかってきたんだろうね。まあいいや、今は絶対それどころじゃないもんね。よし行こう、リョウビちゃん。はあ、なんか乗り気じゃない感じだね。本当にどうしたの？病気お姉ちゃんに会えるんだよ。うるさいうるさい、そんなことは分かってるって。このメス豚。そっか、リョウビちゃんは涼希お姉ちゃんを前に緊張しているんだね。だったらリョウナちゃんが緊張を解きほぐしてあげる。ね、せーの、ガチャ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 。どんな問題なの？それはその心の準備よ。心の準備？ああそういうことか。胸にパッドを入れているのを涼希お姉ちゃんに見抜かれるのが心配なんだね。はあ、そんなわけあるか。つまんないこと言ってるとぶっ殺すわよ、この豚クズカス。わー、いい感じ。もっと怒って怒って。たく、そういう変態チックなところ姉さんには見せないでよね。絶対にいい顔しないから。そんなことないもん。涼希お姉ちゃんはリョウナちゃんのこと大好きだもん。リョウナちゃんのこと好きだって何度も言ってくれたもん。あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒みたいに顔をくしゃくしゃにしてドン引きするわ。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなくて梅干しだっての。リョウビちゃん、その一人ツッコミ一人ボケはやめた方がいいよ。特に涼希お姉ちゃんの前では。うるさいうるさい、とっとと姉さんを探しに行くわよ。はーい、涼希お姉ちゃん絶対会いに行くからね。姉さん、今更どんな顔で会えばいいのよ。リョウビちゃん、リョウナちゃん、お久しぶり。それは永遠に忘れない。お姉ちゃん、生き返っちゃいました。
永遠に忘れることができない奇跡のような8日間、始まりでした。どこかの